荒涼の章、二人の国王。迅速な行軍でフラルダリウス領を突破した連邦国軍、いよいよファーガス国王の鎮座する王都フェルディアへと肉薄する。しかし今の連邦国軍の兵力や兵端は眼前のフェルディアを陥落させ各地を制圧するには心もとない。では狙いは何なのか。その真意をクロードは皆に語る。ラルはどうかしたの？いや、君は覚えているかい？アリルでフレーチェに手を貸していたミュソンという名の男のことを。そういえばそんな人いたわね。あの時はジュディットが撃たれちゃって、その騒ぎですっかり忘れてたわ。君の仲間は君の力の正体について全く気にしないでいるようだけれど、君自身もすっかり忘れているのかな？3年前のトマシという男のことも。ええ、完全にね。でもあなたの言いたいことは分かったわ。トマシとミュソンが似た力を持つ仲間同士ってことなのよね。そしておそらくこの私のラルバの力も。みんな集まってるな。一つ相談があるんだ。王とフェルディアを目前にして今さら何の相談があるというのだ。まさかやっぱり攻めるのはやめようなんて言い出すんじゃねえだろうな。そうじゃないが、ずっと考えていたことがある。次の一戦に勝利し、仮に降伏を引き出せたとして、その後フォドラがどうなるかだ。俺たちに王国を滑るほどの力はないし、そんなことは望んでもいない。当面は帝国との共同統治の形を取り、あとは協議して決めていくのではないのか。帝国との国力差を踏まえれば、王国領の大半は帝国が抑えることになるだろうが。その通りだ。そして次にエーデルガルトが考えることは、レスターの属国化。俺たちを心中させ、フォドラを一つに。十分に考えられる話だよな。じゃあどうしようっていうの？この戦争の今の火種だけを除き、俺たちなりのやり方で戦争を終わらせる。火種？王国が保護している中央教会のことか。そうだ。連邦国が帝国と協調している理由はその一点に尽きるはずだろ。教団が権威を傘に着て各地の問題に介入し、裁定を押し付けられる現状は打破すべきだ。帝国側の大義も本来そこにある。その問題が解消されてなお戦い続けるなら、それはもうただの侵略だ。だが王国との決着を避けて中央教会のみを打つことなどできるか。ああ、だから王とは攻めるさ。その上でディミトリに決断させる。なるほどね。決断っていうのはつまり。中央教会と手を切らせるってことよね。これはさすがに僕が正解を言わずとも分かったか。そういうことだ。だがファーガス王も相当の覚悟を持って中央教会を保護してきたはずだ。その覚悟を覆すことは容易ではないと思うが。分かってるさ。だが承知しないならこの無益な戦争が続くことになる。王国領の土地は荒れ、人々は傷つくだろう。それをディミトリは望まないはずだ。少ない犠牲で戦争を終わらせることはみんなの共通の願いだと思います。
どちらがより犠牲を生むかを考えれば答えは明白なはずですし。なるほど、確かに説得してみる価値はありそうですね。しかし騎士道を重んじる王国が不義理な行いを是とするだろうか。わからないけど、まずはそういう話ができる状況にしないと始まらないわよね。ああ、全ては次の一戦で国王の直属軍に勝利してからの話だ。みんな頼んだぞ。協力して守りきりましょう。作戦なんて怖くないです。必ず覆してみせましょう。邪魔よ。やってやるぞ。ここが腕の見せ所って、ね、任せてください。やってみせます。この手を試してみるか。せいやけいさふやえい。ほってやとさえい。せいやよふてや。覚悟して。あなたたちの負けよ。私に任せといて。よし、かだ。あ、いいぜ。力を及ばせ。すまぬ。我が。これは私の失態ですね。少しは聞いてるといいんだけど。死んでは元も子もありませんもの。我が。必ず攻め落とすわ。この手を試してみるか。よし、やってみますかね。やってやるぞ。見ていなさい。やった。はい。押されているようだな。何か手を打たないと手遅れになるか。ここは絶対に落とさせないからね。邪魔です。攻撃の手を緩めてはなりません。ここは何とか抑えたな。テフより苦い思い出になりましたが。やりました。死んでは元も子もありませんもの。これなら上出来だよな。死んで後悔なさい。邪魔です。どいてください。傷が深い。撤退しなければ。はい。やっと。皆に申し訳が立ちませんね。なかなか悪くないんじゃない。誰よりも武勲を立ててやる。成功よ。
やってやるぞ。ここが腕の見せ所ってね。私に任せといて。やっ、やっ、はい。任せてください。いいぜ、任せて。私が行くよ。少し休んでて。やった。守りきれたわね。陛下、フェルディアの東部郊外に連邦国軍が現れました。そうか、
思いのほか早い到着だな。王国の雪は俺たちに味方しなかったか。てっきり帝国軍の動きと連携して攻め込んでくると思ってたんですけど、西部の状況を確かめる限りそういうわけでもなさそうですよね。連邦国軍だけで王都を攻め落とすつもりなんでしょうよ。なめられたもんだ。だが事実、王家の兵の大多数は西部戦線と北部の治安維持に割かれている。そもそもそういった状況を作り出すのがクロードの策略だったのだろう。だとしても彼らの兵力では王領全域を制圧できるとは思えません。仮に我々に勝利できたとしても、ほんの一時王都を占拠できる程度です。ええ、各地の城主と合流して攻め入れば何事もなく王都を奪還できるでしょうね。どうせそれも何かの策略なのだろう。王都陥落の他に真の目的があるはずだ。例えば中央教会とかな。ありそうですね。帝国より先に教団を潰して皇帝陛下に恩を売ろうってか。仮にそうだとすれば、我々が教団を見限れば彼らと戦わずとも済むのではありませんか。彼らを見捨てれば再び国内は割れ、より多くの流血を招く、そういう話だったろう。ええ、だからこそ我々も開戦に賛同した。ですが、お前の言いたいことはわかる。この戦争で流れる血の方が多くなれば本末転倒だ。教団は多くの者たちを救ってくれた。行くあてのない者、帰る家のない者、民も中央教会も、そして未来の民も同時に救えるのなら最上の結末だろう。だがどうしても何かを切り捨てなければならないのなら、俺が選べる答えは一つだ。俺はファーガスの王なのだから。陛下、連邦国軍を迎え撃つならばすぐに動くべきかとご指示を。まずは奴の真意を確かめなければいかんともしがたいか。出陣だ。今はクロードの茶番に付き合ってやるしかあるまい。シルバン、あまり流行って突出するなよ。するなら敵をなぎ払って帰ってこい。陛下はいつも無茶をおっしゃる。ご心配なく。俺意外と冷静なんですよ。ロドリグ、カムロスの町に使者を送り、レア様たちに避難の支度を整えさせてくれ。大司教警護の名目で王都に滞在しているセイロス騎士団もそこに合流させる。おや、セイロス騎士団には王都防衛に加勢していただかなくともよいのですか。構わない。今は王都から遠ざけておきたい。かしこまりました。万一彼らと手切れとなれば、その時は。まだ何も言うな。今はただこの王都を守るのみだ。